はい、こんにちは、沖縄、おばばです。ちょっとね、雑談したいと思いました。えー、なんていうかね、えー、あまりにもね、えー、古い考えっていうかね、古い考えに固執していると、とんでもないことになりますよ、ということです。はい、何、何のことを言っているのかというとね、例の、分断のね、統治のことですよ。 こち側は分断させて統治するというような考え方ですね。これは、ちょっと前までは通用しましたが、今は通用しません。はい。どうしてでしょうかはい。簡単です。はい。あっち側、今目指しているのは、ワンワールドオーダーです。はい。ワンワールドオーダー。つまり、N の W の O っていうのは一つの 一つの世界を目指しています。はい。それは分断ではありません。わかりますかはい。そういうことなんですよ。なので、えー、なんていうのかな。死刑とかの考え方は分断をね、煽るとか言ってるのはもう間違いです。はい。もう分断はされちゃってます。はい。えー、はっきり分かれちゃってます。まあ、しょうがないです。これはあのね、えー、分断とかそういう意味ではありません。 はい。もう、あっち側はね、もう,う、サクッと上ですね。予備軍がは、人類のね、7割以上いますから。はい。日本に至っては8割以上です。サクッと上の予備軍がね。はい。そういうことです。はい。これから抜け出すにはどうしたらいいか。はい。警戒心を怠らない。それだけでございます。なので、食べた人は、ああ、もうね。 えー、分断を煽るとかね、そういうことではないんですよ。はい。えー、警戒心がないことが、あっち側にとっては一番ね、嬉しいことなんですよ。 そういうことです。あっち側に引っかかるっていうのは警戒心がいつもない人です。そういうふうにね、人の口車によくね、乗せられちゃってる人ですね。はい、なんて言ってもね、向こうは今、あの、分断しようと思ってませんから。一つにまとめようと思ってますから。そういうことでございます。だからね、えー、分断のね、当地の考え方。これ自体がもう今に至る、至っては古い考えであるということを、 認識しないと今後残っていくのは難しくなりますよということですね。今ね、向こう側が一番嫌なこと。それはね、はい、えー、警戒心を保ち続けることです。はい、そういうことでございます。で、向こう側にとってね、えー、こいつら簡単だなと申されるのは、そういうふうにね、分断だ,んだ、分断だ,んだって言ってね、えー、警戒心をなくす。はい、これは彼らにとってはね、 もう、万々歳ですから。はい。これでね、えー、もう、またね、何人かの目の覚めた人がね、引っかかってくれたぞって喜びますから。そういうことでございます。あのね、だから、分断の当時っていうのは、それはね、昔や,れやられてたことです。はい。今は違います。一つにまとめようとしています、彼らは。 はい。そういうことなんですよ。だからもう、分断、分断統治というね、そういう考え方は、もう捨てた方がいいです。はい。もう、とっくに、あのね、ちくわかまぼこを食べた人と食べてない人は、もう、とっくに分断されています。はい。そういうことでございます。もう違います。違う種類の、人となっております。これはもう、しょうがないです。もう事実ですから、はい。えー、まあね、D の、 d のね、えー、なんちゃらですね。あれがね、あ、変わっちゃってますから、もうしょうがないです。はい。まあ、一部はね、違う人もいると思います。はい。あの、なんせね、33種類も作ってますからね、あの人たちね。ちくわかまぼこね。 はい、えー、33種類ですから、あの、害もない人も中にはいると思いますけど、まあ3本食べちゃった人はもうダメでしょうね。どっかに当たっちゃってますでしょうね。そういうことでございます。だからね、今更分断統治だなんだーって言ってね、えー、言ってくる人はもう考え方古いです。改めた方がいいです。はい、分、今彼らは分断することではなくて、一つにまとめることに取り掛かっています。 はい。そういうことなんですよ。だからフル、ルいつまでも彼らが同じ考え方に固執してやると思ってたら大間違いですよっていうことです。はい。えー、彼らの方が、これ言ったらね、えー、非常に失礼かもしれないけど、目覚めていない100人よりも、彼らの1人の方が、 よっぽど頭がいいです。そういうことです。なので、もう分断統治というね、そういった考え方はやめた方がいいです。彼らが今やろうとしているのは分断統治ではなくて、一つにまとめることです。ワンワールドオーダーです。はい。そういうことです。だから、そういった考え方にね、えー、まあ、何にも考えずに、鵜呑みにしちゃう人がいるんですよね。困ったことに。はい。目が覚めてる人の中にもね。 えー、で、また眠りに落ちてしまうという、あの、事態になります。はい。彼らが今一番ね、嫌がってることといえば、人々が警戒心を持ってることです。はい。それをね、警戒心を解くために、そういった、あ、画策を、あー、してくるのが向こう側ということです。はい。皆さんよく考えしましょう。もう、分断統治という考え方古いです。彼らはもう一つにまとめることに躍起になってます。 そういうことでございます。彼らの今の目標は分断統治ではなく、はい。一つのアウト政府を作ることです。はい。この辺を理解していないと、ね、とんでもない目に合いますよということです。考え方をいつもね、柔らかに柔軟にいたしましょうということですね。はい。まあそういうことですので。はい。 ええー、まあね。これ考えればすぐわかるんですよね。でもまあ考えない人がね、結構多いんでね、えー、びっくりしてます。はい。ちょっと考えればわかることなんですよ。はい。そういうことです。彼らは、あはあ、もう、分断は、分断させてね、統治しようとは思ってません。はい。そういうことでございます。ワンワールドのね、オーダーですから。はい。そういうことです。 それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。